はい、というわけで先ほどまではちょっとにぎやかなやり取りを繰り広げておりましたけども、またちょっとこの静かなスペースに戻ってまいりました。次のインタビューゲストは京さんです。よろしくお願いします。今日はあれですか、あの会場入りから今までってどんな風に過ごしてたんですか？いや、バナナ食べてなるほど、うん、これか普段先ほどまであの他のメンバーがサウンドチェックやってましたけど、京さんってそのサウンドチェックリハーサルの時って、まあ、全く歌わないとかってことはないにしても、あんまりベタではやらないですよね。そうですね、うんうん、まあ、今日のリハーサル2、3曲が歌った感じですかね、うん、忘れてました、はい、それっていうのはあれですか、やっぱり本番用に テンション高めていく、まだ途中だからそこでは上げ切らないとか、そういうような意識もあるんですか？いや、なんか、うん、ちょっと歌ってて、うん、時間空けることによって、うん、本番 あの歌が出やすくなったりするんで、うん、いきなり、まあ、歌うとだんだんライブ中に温まってくる感じだと、うん、初めの方がちょっと、うん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 、なんかあの歌いづらいっていうか、エンジンのかかり遅いみたいなことに、うん、喉の温まりが遅いんで、うんうんうん、そうです。要するに、じゃあ、あの一番いい状態で始められるような適度な温まり方をするように持っていくということですね。そうですね、うんうん、それにしてもでも今日は無観客ライブですよ、はい、史上初じゃないですか、こういうのって。まあ、めっちゃ楽しみ。めっちゃ楽しみ。すごいシンプルな答え来ましたけど、うん、でも実際どうでした？やっぱりあのツアーのリハに入るちょっと前に予定通りの日程では始められないっていうのが見えちゃったわけですよね、うんうん、だから本来昨日から始まるこのツアー、頭のこの2公演は延期っていうのが早々に決まったわけですけど、やっぱちょっとモチベーションへこむというか、うん、そういうとこなかったですか？いや、多分、うん、延期なんかなってなんとなく思ってたり、世の中の流れでとか、うん、なんかその全て情報が公開されてないような気もしてたので、まあどうなるかなと思ってたので、うん、まあ延期なってたよねって感じですね。あ、うん、そこはじゃあ半分予想も、予想っていうか覚悟もしてたけども、うん、やっぱりそうなっちゃうんだというような感覚ですか？そうですね。でもそうなってから、うん、どういうふうにその、まあ、ライブができない間、うん、自分らができることを、うん、なんかまあ探して、はい、それで急遽練った感じになって、まあ、今日に至るっていう感じなんですけどね、うんうんうん、しかも今夜のライブはその本来昨日始まるはずだった阻害とはちょっと違うものになるわけですよね。僕あの阻害のリハがまだ始まる前だったんで、うん、あの分かんないですそっか、本来こうあったんだろうなってことがまだ京さん自身の中でもイメージしきれてない。あのリハも飛んだんで、うんうん、だから本来阻害のリハとかもやってたら、はい、そのここが違うみたいなとか分かるんですけど、うん、その阻害のリハ自体をやってないんで、うんうん、まあまあちょっと分かんないですけど、今日やってから逆にもうちょっと寝れるかなみたいな。なるほど、うん、そういう意味では今回のライブはあのまあ、年末年始が北米があってヨーロッパがあってみたいな流れがありましたけど、そこから今年日本での最初のツアー阻害が始まる前のワンクッションみたいな形に結果的にはなるわけでしょうか、うん、まあそうですね、まあ、ワンクッションって言い方はちょっとあれかもしれないけども、うん、でもどうです、その無観客で生配信でやるというこのアイデアについては京さんは、まあ、変な話抵抗はなかったですか？うん、まあ、あの僕が出したんですね僕がこういうのはどうですかっていうふうに、うん、あのトミさんに話して、うんうん、で、まあ、できることがあるならやりたいんですみたいな話とかもしてたんで、うんうんうん、だ単純に、まあ、まあ僕らもやれること限られたり、うん、でもあのこれ見てる人たちも、まあ、状況そんな変わんないと思うんですよね。いろんなものが規制されて、はい、まあ、外にも出れなかったり、うんうん、だそこでなんか自分らなりにこう気持ちを言葉とかじゃなくて、うんうん、なんか行動で示せたらなっていうのはあったんで、
やりたいなっていう。なるほど。無観客は、はい、あの僕バンド初めて組んだ時とかもう本当2、3本全然客いなかったんであの、うん、別にそんな、うんうんうん、気にならないかも、まあ、あの、まあ、ファンの方がいたらいたで、うん、あのそれをプラスに変えるやり方とかもあると思うんですけど、うんうんうん、いないならいないなりのなんか 100% のディル・アングレーが逆に出せないとダメなんじゃないかなみたいな。逆にそういう時こそね、うん、プラスでも今回の場合は全世界に生配信っていうのがあるわけですよ。まあ、全世界なんですね。どうなんですよ。こんにちはレアですよ皆さん今のは。いやでもそういう意味で言うとディル・アングレー見たことない人たちもね、この機会に初めて見るって人たちもたくさんいるでしょうし、うん、すごくそういう意味では面白い興味深い機会になったなと思います。まあそうですね、なんかまあ変に敷居が高いじゃないですけど、なんか怖いって思われてたり、うんうんうん、なんかなんだろうな、ちょっとライブ行きづらいなっていうバンドなんだろうなっていうのはなんとなくわかるんで、まあそういう方はまあなんしたいんですかね、暇つぶしじゃないですけど、うんうん、でも、まあうん、いい機会かもしれないですね、うん、ちょっとでもまあ楽しんでもらえたらなっていう、うんうん、でちょっとでも敷居が広くあの低くなったらいいなってところもありますしね、うん、まあ敷居は低くはないんですけどね乗り越えてきてほしい乗り越えてきて、で実は敷居が下がったふりをして見せかけてグッとハードル上げたりして、まあうん、どうなんですかね、はい、では数時間後の、まあ、だいぶ迫ってきましたけど、あそうなんですか、もう2時間ちょっとですね。あでまだ2時間もあるんですね2時間の後中で京さんがと何本バナナ食べるかは分かりませんけどね。いやもうバナナ食べませんか失礼しました。でもそのライブを楽しみにしている皆さんに何か一言いただければと思いますけど、ああそうですね、まあ本当なんかこう家に僕ずっといてて全く僕も外出てなくて、うん、桜も見てないんですよ。おそれで、ま、気がめいってくるんですよね、うん、だんだん、うん、だからまあそれが少しでもなんかこう、うん、和らげたり、うんうん、なんか頑張るスイッチとか、はい、わかんないですけどその人なりのなんかプラスになれば、うんはい、まあやってみる十分あるかなと思うんで、はいはい、ストレートに言えばじゃあ本当楽しんでくれということですよね、まあうん、まあ楽しめるようなバンドではないんですけど、うん、まあそうですね、うん、分かりました、ありがとうございました。というわけでこの後メンバーたちはちょっと最終的なリハーサルの詰めに入るようなんですけれども、この辺でまた VTR をご覧ください。